アートアクアリウム展札幌金魚のあかり。皆さんこんばんは。アートアクアリウム TV レポーターの青山千景です。さあ、いよいよここ札幌でも開催されることとなりましたアートアクアリウム。今日はですね、毎日6時から開催されるナイトアクアリウムの楽しみ方、たっぷりと皆さんにご紹介しましょう。東京と名古屋では本当に大好評でしたよね。一体札幌ではどんな感じなんでしょうか。早速行ってみましょう。現在北海道の札幌ファクトリーで絶賛開催中のアートアクアリウム展。今日は夜の会場の見どころはもちろん、札幌マスターのレギュラー DJ 陣がおすすめするグルメスポットなどたっぷり紹介します。この番組でおなじみのリュウカエレさんも思わず酔っ払ってしまうほど魅力的な会場を皆さんもぜひ味わってみてください。それではアートアクアリウム TV 札幌夜の見どころ徹底紹介スペシャルスタートです。綺麗ですね。いや、なんか本当幻想的な世界が広がってるんですが、本当にこう色鮮やかでなんとも優雅ですよね。いや、うっとりしますね。冬に開かれるアートアクアリウム、札幌のこの冬にまた一つの楽しみ方が増えた気がしますね。癒される作品を見ながらさらに奥に進んでいくと、夜になるとこちらのバーカウンターでお酒も飲むことができるんですよ。メニューを見てみると本当にいろいろあってですね、それも金魚の何かこう用いたようなカクテルがたくさんあるんですよ。オリジナルカクテルばかりでちょっと迷ってしまうんですよね。どうしようかな。ちょっとちょっと、いらっしゃいませ。水槽から出て来られました。さっき泳いでたの見た。やっぱり見ました。やめて、もう濡れてないでしょまだね。初めまして。どうも、はい、楓と申します。楓さん、はい、本当に金魚の衣装が素敵ですね。ありがとうございます。ちょっと金魚のイメージをして作ってまいりました。すごい。何にしようか迷ってるんですけど、おすすめありますか。もちろんあるのよ。本当ですか。ちょっともう勝手に持ってきちゃっていい。ぜひぜひぜひ。ちょっと待ってて。なんか金魚さんが歩いてる感じですよ。東京と名古屋でもカクテルを紹介してくれた楓さんがまずおすすめするのが、お待たせ。ありがとうございます。はい、こちら何ですか。なんとこれは魚クロデメキンっていうお酒でございます。クロデメキンってお酒なんですか。巨峰が2つあるけど、これがデメキンのあのお目目をイメージしてます。目のイメージなんですね。で、中はコーヒーと、はい、あとラムが入ってます。それからね、ちょっとだけ隠し味で巨峰のリキュールも少し入ってるので。わ、美味しそう。ちょっと飲んでみて。どうどう。美味しい。美味しいでしょ。美味しいです。なんかあのコーヒーのこうちょっとこう、うん、なんていうんでしょう、苦味と、うん、でも巨峰のね甘さがちゃんと残ってるので飲みやすいかもしれない。まだあるのよ。まだありますか。じゃあちょっともう一つ、ね、もう一個持ってきちゃっていい。お願いしていいですか。いいですか。飲んでも大丈夫ですか。ありがとうございます。あー、お待たせ。もう一個持ってきちゃったよ。じゃじゃん。これまた綺麗な色ですね。綺麗な色でしょ。これね、はい、海中金魚っていう名前のカクテルでございます。海中金魚。そう、金魚が海の中で泳いでるようなところをイメージして作ったお酒でございます。あ、いい香りがしてますね。あ、なんかちょっとスパークリングの感じがこう発泡していて、よくわかった。素敵。これ、ね、スパークリングワインと、はい、あとブルーキュラソーが中に入っているお酒でございます。そしてラズベリーが、ね、入ってるからね。なんかちょっとリッチな気分になれそうですね。いいですよ ね。ちょっと大人な気分というか ね。ちょっと寒い札幌の中で、まあ、こう中でね、こう飲みながらまた綺麗な金魚を眺めながらっていうのを幻想的な世界に浸れそうですよね。ちょっとホットな気持ちになっちゃうからね。いいかもしれない。私もホットになってきちゃった。どうしよう。一緒に飲みましょう。いや、いいの。嬉しい。じゃあ乾杯。乾杯。アートアクアリウム展札幌金魚のあかりは1月19日まで札幌ファクトリー一条館の特設会場で開催中です。皆さんもぜひお越しください。アートアクアリウム。
毎日夜6時から始まるナイトアクアリウムは、週末になると地元有名 DJ がプレイをして、会場はさらに盛り上がること間違いなし。今日はそんな3人にナイトアクアリウムの後でも楽しめる札幌のおすすめスポットを聞きました。ナイトアクアリウムのこう印象っていうのはどう思われました？すごい幻想的で、今までにない空間だなと思って、ここでお酒と音楽とアートと楽しめるっていうのはすごい素晴らしいなと思いました。あら、やだ、もうありがとうございます。もう完璧なコメント。まあやっぱり札幌マイスターとして、札幌をこう楽しむ、夜を特にね楽しむ、はい、ナイトスポット的な部分どっかあったりします？僕の実家がすすきので料理屋やってるんで。あら、え、そこに来ていただければ。やだ、どちらですか？それちなみにちょっと聞きたい、聞きたい。何々、加賀屋っていうお店なんです。はい、郷土料理のお店で、時々で旬なものをお出ししてるんですけど、例えばじゃあ今の時期だとしたら、今の時期は割と鍋物が多くて、はあ、新鮮な魚のやつを刺身とか鍋にして出したりとか、あとうち鴨鍋がすごい人気あって。あら、鴨鍋、はい、ネギショットやってくるってやつですね。それがおすすめですね。今の時期もじゃあ鴨鍋も食べれるんですか？あ、もちろん食べれます。そうですよね、冬の時期ですもんね、はい、そうなんです。あら、やだ、ちょっと私も時間があったら行ってみたいと思います。ぜひ。これから会場に来られるお客様に向けてメッセージをぜひお願いいたします。ナイトアクアリウムで週末僕と他に2人 DJ いるんですけど、3人とも札幌を拠点に海外で活躍してる DJ なので、音も素晴らしいですし、お酒も楽しめるんで、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。アートアクアリウム。タマさんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ナイトアクアリウムの印象っていうのは、いや、もう日常をね忘れて、こうなんだろう、アートに没頭できる空間があるんで。そうですよね、はい、すごいな。金魚もちょっとあんまり見たことないような金魚もいますしね。しかもまあそれがまた作品になって、でも本当に今回札幌というのは初開催でございまして、札幌のね、なんかこうタマさんのすごくおすすめな、なんかご飯屋さんでもいいですし、なんかありますか？なんだろうな、ジンギスカンもいいし、ラーメンもいいし、もういろんなのありますけど、僕の友達がやってる居酒屋がいいとこあって、浜一番っていうね、浜一番、はい、居酒屋で、北海道の根室っていうとこから、あら、海鮮をこう直送で送ってきて、美味しそう。リーズナブルな値段で、でも最高に美味しい海鮮を食べれるっていう店で、しかもじゃあ、遅くまで、そうですね、やってる、浜一番、浜一番おすすめです。やだ、ちょっと今夜行っちゃおうかな。浜一番ちょっと興味あるわ、すごい、とってもね、はい、あ、一緒に行きましょうか。あ、ぜひぜひ。やだ、連れてって。ナイトアクアリウム本当に最高の空間がありますんで、アートと音楽とお酒も楽しめますし、ゆっくり時間をとって楽しんでほしいなと思います。DJ タマは、金曜日にやってることが多いんで、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。ね、またちょっと金曜日に私も来れるように頑張って、はい、皆さんにちょっとアピールしたいと思います。もうガンガン踊っちゃってください。はい、アートアクアリウム。美味しい。お酒はお好き？はい、好きです。ね、もっと飲んでいいのよ。私もう散々飲んじゃって、やだ、どうしよう。札幌のすごくおすすめなスポット、もうここは絶対行った方がいいよっていうようなスポットとかってどっかあります？札幌のちょっと外れの町なんですが、はあ、ちょっと端っこの方なんですけど、紅箱というところに、確かユーラシアっていう名前だと思うんですけど、うん、全面ガラス張りじゃないや、ガラス張りですね。はい、ガラス張りで海が全部見えるんですよね。見える感じ。はい、それで椅子に座るんじゃなくて、うん、寝そべるような形でお酒を飲むんですよね。変わった場所なんですけど、いいな、もうちょっとぜひ連れててください。今度ね、よろしくお願いします。札幌ではこういう催し物珍しいと思うので、綺麗な金魚とあと光とあと音楽と、それが全部重なって綺麗な効果を出していると思うので、ぜひ見に来てください。アートアクアリウム。本当に
ルも盛り上がっていましたけれども、このナイトアクアリウム毎日6時から開催中ということなんです。また週末にはですね、 DJ の皆さんがもっともっと盛り上げてくれるということですから、皆さんもぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。それではアートアクアリウム TV、 また来週です。12月24日のクリスマスイブは、東京、名古屋の会場も賑わした県石井が札幌ナイトアクアリウムに登場。皆さんぜひ。せーの、アートアクアリウム。